本日は次期戦闘機が三菱重工が開発主体となって10月に契約するかもしれないことについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。河野太郎防衛相は2020年9月1日の閣議後の記者会見で次期戦闘機の開発主体となる日本企業の公募に関し、三菱重工1社から応募があったと発表した。募集要件の確認などを経て10月にも契約する、開発全体を総括し共同開発に参加する海外企業と調整する。次期戦闘機は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継にあたる、日本主導で開発し2035年の配備を目指す。開発主体の企業に情報提供する外国企業の募集も締め切り、7社から応募があったと発表した。具体的な企業名の公表は情報提供を受ける前の段階なので差し控えると述べた。外国企業からはステルス性能のような最新技術や機体設計に関するノウハウで情報提供を受け、開発主体となる日本企業を支援してもらう。過去の開発に参画した海外企業の経験を生かし効率的な開発につなげるそうです。今回のこの記事について僕が少し思うことは、次期戦闘機の開発については有人機か無人機かなどの話がされているそうです。基本的には総合的なネットワーク能力をどうするかということになると思いますが、陸自のシステム的なものを予想しています。機体エンジンとハード面はもう目処がついたので、あとはソフトウェア開発なのではないかなと僕は思いました。でも資料の一部ぐらいは明らかにしてほしいかなと思います。攻撃機と戦闘機は別の運用の方が良いのかなとは思うんですけど、イーグルに巡航ミサイルを実装したら近接戦闘できなくなるかもしれません。攻撃機は必要なのではないかなと思いました。日本も AC-180 を開発すればいいのに、日本の技術なら革新的なものができそうです。日本が主導でなければ戦闘機技術の伝承が途絶えかねないとの防衛産業の危機感がありました。2035年の配備を目指す次期戦闘機開発で、防衛省が日本企業1社と単独契約することでアメリカの横やりが入るかもしれないので、そこをできれば日本主導で開発が望ましいと僕は思いました。皆さんもこの件についてどしどしコメント欄にお待ちしております。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。